こんにちは。皆さんお元気ですか？フルーツラジオパーソナリティの中根美智子です。サッカーワールドカップ開幕しましたね。皆さんはサッカー観戦は好きですか？私はスポーツは何であっても特に好んで観戦することも少ないですが、好きな方にはたまらないシーズンなんでしょうね。日本頑張ってほしいとは思っていますが、それよりも何よりも開催国のブラジルの経済的な問題でストライキやデモが心配されていました。サッカーは世界一強いブラジルですが、日本では考えられないことがいとも簡単に起こっていると聞きますから、治安はかなり悪いようです。準備の段階からいろいろ問題続きでかなり心配されていました。無事開幕して一安心というところですが、ブラジル入りしているサポーターの方々、関係者の方々は油断禁物のようです。この時期ブラジルのために、ワールドカップのために祈る必要がありますね。皆さん日本を応援しつつ、ブラジルのために、ワールドカップのためにも祈っていきましょう。さて今日は心を清く保つ原則についてお話をしていきます。祈りはクリスチャンの要。日々またその時その時の歩みの中で常に祈りを捧げていくことはとても重要です。その中で取りなし祈ることは、私たちの家族、職場、地域、国、世界、ありとあらゆるところで神様の働きがなされるために必要不可欠なものです。私はシンディ・ジェイコブスの祈りの戦士を通して心を清く保つ原則を 何度も読んできましたが、今回私の体験を通してそのことでとても重要なことが、シンプルでありよく知られていることながら忘れ去られていること、気づかずにいることにポイントを当てて話していきます。取り出して祈ることにおいて心が清められていることがいかに大切であるか、シンディ・ジェイコブスはこのように言っています。神は取りなしてとご自分の心の中に秘められたことを分かち合われます。その内容を祈りでカバーするためにです。そのためにはまず心が清められていなければなりません。聖霊にその分だけご自由に働いていただくためです。すると聖霊はより多くのことを私たちに示すことがおできになるので、主からの示しが多ければ多いほど私たちが捧げる祈りは的を射た効果的なものになっていきます。神の言葉は、私たちの心の中は汚れたものがあると語っています。それも単に汚れたものではなく、汚れ果てたものがあるというのです。神は私たちの上に圧力を置かれ、それを変えようとなさいますが、聖霊様は真摯な方ですから、私たちの方から、主よ、どうぞ入ってきてください。清い心を作ってくださいとお願いしない限り、聖霊の方で強引に侵入されることはないのです。私たちが自分たちの心のすべての汚れた部分を主に向かって開くと、真摯である聖霊が入ってこられ、肉的なものを徹底的に取り扱ってくださるのです。ダビデは詩編51編10節でこのように祈りました。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。単純にこの祈りを捧げる必要があることに気づくこと、ダビデと同じように叫び声を上げるのだとシンディ・ジェイコブスは言っています。私も祈りに入る前に必ず私の心を清めてくださいという祈りから始めるようにしています。それは神に向かって祈っていながら、祈りが汚れていたり肉に満ちた祈りになっていたり、愛を土台としない口先だけの唱えになっていたり、見せるための祈り、高慢な祈りになっていたりすることが気づかずに、これはよくあります。その時に
精霊様が悲しんでいることを感じ、私の心がさめさめとなり、心に平安を失い、苦しみを覚えていることがあるのです。つい先日もそのようなことがありまして、丸一日心の苦しみから解放されない時間を過ごしたことを覚えています。鳥なしの仲間たちといろいろと証をシェアしていたとき、私は神様がしてくださる様々な素晴らしいことがあまりにもたくさんあり、いろんなことをどんどん語っていました。語っている言葉に間違いはなく完璧だとその時は思っていました。しかしその交わりの後です。私の頭の中は、語った事柄の回想が始まっていました。一つ一つ語ったことを思い出しているうちに、なんだか私は平安がなくなり、あるポイントに来た時、完全に心の内に苦しさを覚え、落ち着きがなくなってきました。しかし何がいけないのか、どうして心に責めるものがあるのか、全く理由が分かりません。ただ私が語ったある事柄にポイントが当たっていることは確かでした。その時の語り口を思い出してみては、自分は間違ったことは言っていないと正当性を訴えて自己防衛には入っても、責められる思いはなくなりません。これはきっと私の側に何か聖霊様を悲しませてしまったものがあるのかもしれないと、ここでやっと一つ一つの私の語ったことについて正面から向き合ってみました。すると、よかれと発していた言葉が、実はその語りには確かに傲慢さが隠れていて、人を裁く思いがあったことに光が当てられたのです。主はローマ書2章1節の言葉ですから、すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。この御言葉をとって私の悪に気づかせてくれました。そこから自分の至らなさ、本当に自分には良いものが一つもないことに気づかされ、落胆しきってしまいました。そして自分では気づかなかったが、知らず知らずに罪の性質により、いとも簡単に人を裁き、それによってこんなに心が苦しくなるなら、もう二度と人を裁かないと決心しました。しかし私の心の汚れは一日では治りません。また裁く心が起こっては悔い改めて、そうしているうちにだんだんとその性質から解かれていく姿が現れてきていることを発見します。シンディ・ジェイコブスも言っていますが、主に清い心を作っていただくために、私たちの側でなすべきことは、主に心を明け渡し、変わるべきものを変えていただくことですと。そのように心を明け渡し始めた時に起こってくることは、次から次へと様々な悔い改めを導かれ、以前にも増して悪くなったように思えることです。しかしこのように繰り返しているうちに、心に罪を犯した瞬間に聖霊様からの罪への指摘が示されるようになり、心はだんだんと柔らかくなり、主の声に従うことが以前よりたやすくできるようになってきました。ローマ書12章2節に、心の一心によって自分を変えなさいとあります。私たちの心はイエス・キリストを受け入れてから瞬間的に変えられていくものではありません。心の中に潜んでいる汚れが聖霊様に明け渡す決心をしてから、どんどん浮き上がってきては、苦しみを覚え、悔い改めて、また一歩前進するという繰り返しが続いていきます。だから主に責められて弱り果ててはならない。主は愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからです、とヘブル書12章5節から6節にあります。主は愛する子を懲らしめ、鞭を与えられ、キリストに似るものと変えてくださるのです。これは本当に感謝のこと。
それを正しく行ってくださる方は私たちの主しかいません。聖霊様の訪れ方は人それぞれ様々あります。しかし御霊が望まれる理由と目的は御霊の力によって私たちに清い心を与えたいと願っているのです。それではここで一曲お届けしましょう。佐藤達彦さんでひまわりのように、お聴きください。フルーツラジオ、そろそろお別れの時間です。心を清く保つ原則をもう一度確認しましょう。私たちの側でなすべきことがあります。それは自分自身を主に完全に明け渡し、主の御心のままに取り扱っていただくことです。それを始めた時、私たちの許可があるので、真摯なる聖霊様は確かにじっくりと私たちの心で常に働きを進められます。あなたの心が今聖霊様に抱かれ明け渡されることを祈ります。聖霊様に導かれる人生ほどいつも新鮮で喜びと楽しみに満たされているものはありません。あなたは決して枯れない水路に植わった木のようになります。神様の豊かな祝福がこの1週間もありますようお祈りします。それではまた来週お会いしましょう。ご案内は中根美智子でした。フルーツラジオ、この番組はガブリエルステーキ各社の提供、皆様の支援でお送りしました。厳選されたビーフと琉球アグー豚を特選オリジナルソースで堪能。海と夜景の見えるテラス、五感で味わう料理は極上です。デポアイランド内、オークファッションビル2階、ガブリエルステーキ。